ちょっと夏服がなくて、まあ、だましだましやってたんですけど、結構外に出るようになったから、うん、長袖やめて、うん、まあ、ちょっと半袖をユニクロでね、若い子が集まるユニクロゼット、間違えた、ユニクロでね、うん、まあ、ちょっと買ったんだけど、若い、ちょっとあれかな、俺の年ではちょっとこれあれかな、派手かな、どこが、いやまあね、ちょっとあれかなと思って、これ大丈夫かな、俺が、俺みたいなおっさんが着ても大丈夫、こういう服は大丈夫か、今まで数服着てたじゃないですか、着た、そうかな、うん、うん、よし、朝のサブチャンで出したロロマクラシックのバイブル、ロロバイですね、ロロバイ、この夏を駆け抜けるためにというか、タスクのあり方をちょっと見直したんで、うん、見直したというか、あ、ちょっとやばい、これ俺引っ張られてんな仕事に、みたいな感覚があったんで、タスクの管理の仕方をもうガラッと変えた、ほう、なかなかの自信作だ。だからまあ今日はあれだな、私のタスク管理の仕方、システム手帳のタスク管理の仕方を見てくれっていう、そういう会議なんじゃないかな、見てくれ、そう、まあ、いろんな人がタスク管理を、僕は手帳こう使ってますとかあるんだけど、まあ、僕は、日々のタスクをこな、なるべくなんていうかな、無機質にこなす、よっしゃ行くぜ俺とかっていう感じで行けば、気が擦れるし、いいんだよいいんだよ、楽なんだよ楽なんだよ、楽に楽に行こうね、じゃあとてもじゃないけどね、人に迷惑をかけるぐらいに仕事が降りかかってきてるから、oh、my God、だから仕事はしっかりこなすんだけど、その時になるべく気力をね削らないように、東洋医学で気っていうのはね、削れたら減るからね、気というのは、だから戻らないですか、ん、戻らないですか、もう回復させるしかないよね、oh。 だから、減るもんだから、あれはっていう感覚なんで、なるべく気を、気力を削らずに、無機質に、タスクをしっかりこなしていくっていう方法をこの手帳で実現しようと思ってる。だからこの中身は見てくれってことやね、見てくれ、うん、見てくれってちゃんと言えないの君は、水さんの、私は言えるけど、音を真似しただけなんですけど、ボケやん、ちょっとでも変なことを言って記憶に残ってもらうというボケやん、わざと現実と違う様を言っているボケやん、そしたら指摘する様、ツッコミをやらないかんではないんかなって僕は思いました、見てくれ、だから僕の手帳見てくれ、見てくれ、君さ、もしかしてインコなの、何が、同じことばっかり言ってるけど、インコ、オウムじゃないですか、インコ、まあ、オウムでも何でもいいんだけど、まあ、今始まったことじゃないでしょ、まあ、何も考えてない時にオウム返しするよね、うん、うん、じゃあ一発目から、まあこれですね、はい、このイマルミンからもらったシールだけでデコった表紙、デコリフター、相変わらず、相変わらずやっぱ頭おかしいなこれ、あ、自分で言う、すごいね、でもこんだけもらってこういう感じにしたんだからすごいよね、うん、はい、で、ちょっとこれ蛍光ペンね、マイルドライナーのグレー、まあ、最近なんかハマってんのよこれ使うに、グレー推しですね、ああマイルドライナーはなんだかんだ一番グレーがいいよ、うん、うん、ちょっとこっち行きましょうかね、なんだかんだグレーがいいんだけどね、うん、でまあこれはいつものメモ帳、メモ帳のゾーンはこの最新のページにアクセスできるようにこのプロッターのリフターをつけてる、うん、でまあこんな感じで書いて、まあこれまだ書けるけどねって感じで、まあガチャッとしたメモがいるから、まあこれをかなりハンドバッグのごとく持ち歩く気でいるから、とにかくこの一冊に全ての自分の仕事がの情報が入ってる、ん、情報というかタスクの中身が入ってるみたいにしたいから、はい、こうまずメモゾーンがありますと。で次なんですけど、久々にマンスリー、バイブルのマンスリーを使ってますこのプロットじゃないですよね、確かこれはノックス、うん、ノックスはここにね、あのこのインデックスがついてるんですよ、うんうん、でさらにこれ変わってるのが、まあまあちょっとじゃあ見ていいところ、まあまあ例えばこれ1月2024年の1月にしようか、うんうん、でそしたら次にこういうなんかだだっ広いただのメモゾーンがあるんですよ、あったな、これが全ての月にあるっていう特徴なんですけど、これをいい感じに利用しました、まあマンスリーは普通、うん、だけどやっぱり英語で書き慣れてきてたから、もう本当にね、稽古は丸稽とか打ち合わせは丸打ちとか、うんうん、そういう風に書いてるかな、
よほどのことじゃない限り、だから時間と地名、マジックショーだったら、うん、時間と地名、これやばくないマジで俺の土日とか思うけど、なんなら金曜日とかまで入り始めたんよ。バイトでね、こう入ってきて、でこのフリーゾーンなんですけど、こんな感じにしました。まずこっちは月で必ずやらないかんことみたいなのを書いてる、うん、サブちゃん月から金、メイン企画3本と木曜日動画と自分に可愛い子お休みラジオで台本完成させるみたいなこと、うん、でここにここが特徴的なんだけど、メモで、フューチャーログなんですよ、いわゆる、なんていうの、あのバルチャーナルでは、はいはいはい、でこれは7月9日だから1週間ごとにフューチャーログを書くゾーンを作りました。こんな感じで、うん、まあこれはあれですね、あのあと3週間しかないからなんだけど、でこれは要はここに書いたら、まあこう簡素な情報しかないじゃない、うん、でそれのことがここに書かれてるみたいな感じかな、うん、だからまあ例えばなんこのミーティングラジオみたいなって言ったら、19日だから19日のところのここラジオ出演と、そう7月19日ラジオ出演します、朝の10時ぐらいからの番組。何の番組ですか、まだ言えない、10時半、いやモーニングディライトかな、まあ南海放送なんでラジコで皆さん聞いてください、まあうん、まあね、県外の人は有料で聞かないかもしれないけど、うんうん、でだからこれがウィークリーのフューチャーログです、はい、うん、これが1ヶ月分でこれ書ききれなくなることも全然想定されるんやけど、システム手帳だから足せばいいやんか、そこの部分を、うん、追加したらいいからっていうんで、こんな感じでもうやってると。でこのウィークリーログを見ながら、今日のタスクみたいなのをこなしていきます。でこれがここの、ウィークリーゾーンに行きます。これがウィークリーリフィルね、うん、ここにこうやって行くんだけど、例えば今日のところ、まあ、これもう相当やばいやん、まあ、細分化して書いてるのもあるとはいえ、なんかもうこれが1枚ギリギリ行きそうなぐらい、うん、で結構こなしたよ今日はタスクをって感じやけど、うん、これをここを見ながらね、今日は7月12日だから12日のところに書いてあることを入れていく。でそれ以外のこともなんか降りかかってきたら、これが1週間分ここにありますから、そこに降りかかった分のタスクを書いていく、うん、だからもうすでに書かれてるのもあるけどね、それはここから書いてるのよ、こうやって、うん、書いたらこっちも消していくっていうこと、うん、だから1週間のところに、まあ1週間というかこのマンスリーのところにフューチャーログを書いておいて、それを1週間ごとに見直していくっていうこと、うん、をやっていこうと。でまあ私 はあの今ほぼ日で、なんていうのかな、一日のことを記録してるから、まあもうこれまだやってねえんだけどさ、今日から始めたから、もう12日のところ入るっしょ。どういうこと？ん？だからこれ終わったら一日まあこうやって貼っていこうかなと思ってる。うん、うん、そしたらもう一日終わりみたいな、今日の一日終わりみたいになるやん。あ、ちょうどやな、ギリやな、ギリぴったぐらい、まあ、だからここら辺は短くなるよね、うん、うん、けどまあそれにあまりあるぐらいのメリットはある気がするから、うん、貼っていくでもいいし、まあちょっと迷ってるね、もうほんと。そしたらこのほぼ日はマジでこことかはなんかもっと一日の終わりに自分のことを記録するみたいに考えてもいいから、これの完成度が割と高かったら、これはこれでなんかストレージ作って保管していくんでもありかもね、うん、まあでもタスクだからねこれね、まあでもとにかくこれで次の日になったら、これで漏れたやつはこうやって書いたりとかして、とかそれもウィークリーに書くかもしれないしっていうのはまあちょっと分かんないけど、うん、うん、だからそういう感じでマンスリーのところにウィークリーのフューチャーメモ、あ、フューチャーログで、ウィークリーのところにデイリーのフューチャーログを入れたのよ。こうすると先延ばしにしたものとか、先延ばしにするにしてもどこに入れるのみたいなこととかを、一つ一つタームごとに、要は、1週間のタームで管理したり、デイリーのタームで管理したり、マンスリーのタームで管理したりっていうことをやっていけば、まあ大きいところから順に小さくしていけば、まあ抜け漏れはないだろうと、うん、でさらに今俺のタスクを複雑化させてるのが、要は何日までにっていうものだけじゃなくなってんのよ。要は今日はやりなさいよとか何日にやりなさいよじゃなくて、台本を何日までに完成させたらいいよねとか、うん、あとまあそういう風な、例えば買い物リストとかね、買いたいものリスト、買う
買い物する時間ができた時に買えるものないかなみたいな時に見るリストとか、うん、そういう風な期限が決まってるわけじゃないけどやった方がいいに決まってるリストとかがやっぱり混ざってくるともうごっちゃになっちゃうとですね。だからこんなものを作った、例えば今コントを書き切らないといけなくて、今がこれ、収録予定のコントのタイトルなのね、はい、でこれはもう構想はできてんだけどみたいなのとかが、7月中に終わらせたいからこうやって書いてる、うん、で書き切ったものは消していくみたいな特設ページ、うん、タスクの特設ページ、うん、あとはこのショッピング、ね、買い物リスト、あの時間がある時に買おうみたいな、ウイスキー計量カップカーセット、このプロタンストレージみたいな、うん、これも、なんか思いついたら書いていく。で7月にこれがなんていうのかな、じゃあ8月になりましたと、でまだちょっとこう持ち越しがあったりする、まあ、買い物リストなんか持ち越しができるに決まってるやんか、うん、そうなったらこれごと外して8月のところに、まあ、8月もこれもうちょっと4枚入れちゃってんだけど、フューチャーログをね、うん、ここに移せばいいじゃん、このまんま、うん、確かに。そしたら、来月に引き継ぐことができるって言って、どん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 と下の方に持っていくことができるっていう感じ。このシステムにすればとりあえずこう、まあ、今俺は1ヶ月で把握してそれを1週間に落とし込んでそれをデイリーに落とし込むっていうこのコード、これでとにかく、抜け漏れなく、そして、全体のバランス持って、この日はもう絶対休みにしようとか、そういうことをしっかりこなしていこうかなっていう感じかな。うん、で、メモゾーンなんですけど、これが2つともメモゾーン、これはあのプロッターの M6 の時に、いいなと思ってたメモゾーンを復活させました。要はこの自由なメモゾーンっていうのは本当に雑記なんだけど、あコントのこと思いついたというのと YouTube のこと思いついたっていうのはもうとりあえずこれ特別なのね、俺の中のメモとしては。今キンキンで、もう絶対に見ると お金になることやし、うんうん、逃したくないメモやから、そのためにはこういうふうにこのインデックスを使ってすぐ開けれるというか、そこに一応5枚ぐらい置いてます、うんうん、ここはコントのイメージ、まあ、これもパッと思いついたことを、もうここはもう本当にメモよ、うん、うん、だからちょっとこういうシチュエーションのコントがあったらいいなみたいな。でこれがまたあのコントの方の、アイデア帳に移れば消えるんだけど、うん、でこうして、じゃあここは YouTube の特設メモ帳みたいな感じで使い分ける、うん、普通のメモっていうのとか、まあ、ミーティングの時にちょっとこうね過去がつかんけんで出すところと、これは別のものよね、コントのことだとか YouTube のことだと思ったらこれって感じ、うん、で俺は特にその何度も言うように、一つのことをうんうん考えてる時に別のことを思いついたりするから、うん、こういうところでメモしてる時にあって言ったらこんな感じでできるんじゃないかなと、うん、はい。でまあここら辺はあれですね、まあ、これなんか使うか分からんけど、インデックスとか入れたり、まあなんかまあ、他にもいろいろ入れるもんあるかなって感じで、まあ、1個ぐらいこれ持っときたいなっていうのと、あとこのペンギンのやつですけど、ここ付箋、うん、うん、これがね、あこれやっぱこうなってんだ、 こいつだけがなんかやたらよいしょあれなんですけど、よいしょ、これでペタッと貼るみたいな、これ折れとるな、うん、こんな感じで貼って、まあ、目立たせるみたいな時に使うやつですね、はい、はい、これをこの中入れて、よしと、この夏からの予定をこなしていこうかなって感じですはい、今誰が席したん、大丈夫か、あ何ですかね、あ、工藤さんが席したん、大丈夫か、はあ、席したんダメですか、大丈夫か、はあ、いいのか、大丈夫か、何が席したんやないか、いやちょっとイガイガしたから、イガイガしたんか、うん、大丈夫か、なんでそんな目ひなんかこう大きくしてんの、あ、私が目を大きくしたのが気になるのか、うん、大丈夫か永遠に大丈夫かって聞かれるやつや、これ大丈夫か、ほんまに続けてください、続けてほしいんか、はい、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、うん、続けてキュルンってさせないで目を、私がキュルンと目をさせたら気になるのか、もういい、もういいんか、はい、大丈夫かそれ、大丈夫か、何で思いついたんですか、それはどうした、どうした、大丈夫、それは何で思いついたんですか、どうした、まあペンなんやけど、
編のこの話聞けるか。はい。大丈夫か。はい。行きましょう。うん、行っていいんか。はい。大丈夫か。はい。うん。まあ、ジェットストリームの黒ですね。ウルトラマンのこれはイマジミンからいただいた。はい。まあ英語の時はあんま気になんねえんだけど、バイブルはなぜ小さいんで僕の中では。だからマジックと演劇のことは青、YouTube のことは赤、それ以外は黒で、書き分けてます。はい。うん。そうするとなんとなくね、今どんな比率なのかっていうのが分かるし、例えば、ここか。こんな感じで、バランスも分かるよね。あ、演劇とマジックのこと多いな多いみたいな。うん。うん、で、YouTube のこと多いなとか、うん、そういうのがやっぱこれね、週によって本当に違うんだよね。そう。で、書き込んでいくって感じかな。うん。で、2本入れてるけど、まあね、ちょっとここがぶつかるのがちょっと若干不満ではあるんですが、まあまあまあ、こんなのシステム手順なんかゴリゴリいろいろ変わってきゃいいから、これで夏を乗り切ろうって感じです。はい。今何分ぐらい。16分。16分。うん、そんなもんか。はい。大丈夫かこれ。うん、大丈夫です。16分ぐらいで終わっていいんか。はい。大丈夫か。大丈夫です。大丈夫。さっき席知らんかった。はい。大丈夫か。なんだろうな、心配してくれてるふりして、なんか鬱陶しい。鬱陶しいんか。うん、私が鬱陶しいんか。うん、大丈夫か。うん、いいのね。はい。あ、まあとりあえずこんな感じだな。よっしゃ。今でもほぼ NG ないよね。大丈夫かの下りはいらんすね。わかった。じゃあちょっと大丈夫この下りがなかったら14分ぐらいになるけど、まあ広告収益的にもまあたまにはそういうのがあってもいいか。よし、わかった。じゃあまたシャツね、白やのに若い子みたいなことしてええんかなみたいな下りやるから、いや白いシャツでそんなん言わんのよってツッコミとかしっかり頼むで。よし、おしまい。何言ってんの。あ、ちょちょちょ、回ってんのこれ。うん、ちょ待って、ま、悪ふざけしてたやんか、大丈夫なのとかってあんなことやって。まあでも一回イマルミンこういうのも許してくれるか。このまま回しちゃう。おしまい。大丈夫か。おしまい。